イタリア空軍のアクロバットチーム、デモンストレーションチームの一覧形式記事。本記事では、編成期数が2期以上かつ、活動期間が足掛けで2シーズン以上のチームだけを取り扱い、編成された年の上昇順に記述する。短期のチームや、活動期間が2シーズンに満たないチームは、チームの母体となったタイや、使用期の記事を参照のこと。1950年。 イタリア空軍発のディスプレイチームキャバリのランパンテが、グロスセート航空基地の第4戦闘航空団で5機のバンパイア FB5 戦闘爆撃機により編成され、1952年6月まで活動した。チーム名は第4戦闘航空団のエンブレム、羽ネに由来する。チームの機材には特別な塗装は施されず、第4戦闘航空団の作戦機としての塗装のままだった。 キャバリのランパンテの公認チームとして、1953年にジェッテトとナンティが第5戦闘航空団で編成された。1956年、前年に解散したジェッテトとナンティの公認チームとして、キャバリのランパンテがグロスセート航空基地の第 4R 航空旅団で5機のカナデアセーバーマーク4戦闘機により再編成された。 キャバリのランパンテは1957年シーズン中に解散した。キャバリのランパンテの公認チームとして同年にディアボリロッシが第 6R 航空旅団で編成された。1953年前年に解散した第4戦闘航空団チーム。キャバリのランパンテの公認チームとしてゼッキトランティがビルッダ・フランカディ・ベローナ航空基地の 第5戦闘航空団で5機の回マイナス8、4G 戦闘機により編成された。チーム名は、ジェッティトナンティの編成当時に、第5戦闘航空団が装備していた回マイナス 84G の愛称、サンダージェットのイタリア語訳である。ジェッティトナンティは1955年シーズンまで、イタリア各地で活動し、解散した。チームの機材には特別な塗装は施されず、 第5戦闘航空団、第5英航空旅団の作戦機としての塗装の状態だった。ジェットトナンティの公認チームとして、1956年にキャバリのランパンテが第 4R 航空旅団で再編成された。1959年、翌年に控えたローマオリンピックのため、ジェットトナンティはリミニ航空基地の第5英航空旅団で、 5期予備1機の F-84、回戦闘爆撃機により再編成された。チームは1960年8月25日に、挙行されたオリンピックの開会式で演技を行い、同年中に解散した。1959年に再編成されたジェッティとナンティの F-84F には、オリンピックに合わせて各機にそれぞれ異なる彩色が、施された。 オリンピックの開会式で、ゼッ Z とナンティが使用した回マイナス84回、各機の概要は、下表の通り。ティグリ・ビアンケは1955年、イタリア空軍発の公式ディスプレイチームとして、イストラーナ航空基地の、第 51R 航空旅団で5機の回マイナス8、4G 戦闘機により編成された。チーム名の和訳は、百個。ティグリ・ビアンケは、 空軍の公式チームとして海外遠征にも対応するためサポート機として CE-47 輸送機がチームに同行した。ティグリビアンケはアメリカ合衆国やカナダなど遠征を重ねたが1956年に解散した。1957年同年中に解散が予定されていた第 4R 航空旅団チームキャバリのランパンテの公認チームとして ィアボリロッシが、ゲイリ航空基地の、第 6R 航空旅団で6機の F-84、海戦島爆撃機により編成された。チーム名は、第 6R 航空旅団のエンブレム、赤い悪魔に由来する。チームが使用したス -84F は、機種側面に赤い悪魔と、悪魔が持つとされる、三叉の槍が描かれ、胴体と守備翼上面の一部が赤で塗られた。 1957年シーズン中は訓練に終始し、展示飛行を実施しなかった。1958年、1956年に解散した第 51R 航空旅団、チームティグリビアンケの代わりとして、ディアボリロッシは海外遠征にも従事することとなった。使用機の塗装はリニューアルされ、機体側面に赤帯が施されて三差の槍が白に変更されたほか、 主翼と水平尾翼の仮面は、イタリア国旗と同じ緑、白、赤の配色となった。ディアボリロッシは、同年3月10日に、ドイツ連邦共和国ビットブルク空軍基地で、チーム初の展示飛行を実施し、同年5月17日には、アメリカ合衆国ニューヨークでも展示飛行を行った。ディアボリロッシは、オランダイペンブルク空軍基地で開催された航空ショーにも出場し、 同省で、北、大西洋条約機構軍中最高のアエロバティックチームと称賛された。1959年4月、ディアボリロッシは、アメリカ合衆国ラスベガスで開催された、ファーストワールドコングレスオブフライトにも出場したが、1959年シーズンの終了後に解散した。1958年、ランチェリネリが、 カーメリ航空基地の第 2A 航空旅団で6機のカナデアセーバーマーク4戦闘機により編成された。チーム名は第 2A 航空旅団のエンブレム黒や騎兵に由来する。ランチェリネリは第 6R 航空旅団チームディアボリロッシが海外遠征に従事中、イタリア本土で彼らの不在を補った。ランチェリネリは1959年シーズンの終了後に解散した。 ABCD チーム名の金表記はカジタ、世界のアクロバットチームに従う。非公式のチームを含めた場合、空軍発のディスプレイチームは1950年編成の、キャバリノ・ランパンテ。イタリア空軍の公式ディスプレイチームは1955年に、第 51R 航空旅団内に編成されたティグリ、ビアンケと、1961年に、 県成部隊として編成された第311、極技飛行隊、フレッチトリコローリの2チームだけである。ありがとうございます。